今日は高橋さんを一撃で救ってやろうという企画でございます。そのために来ました。はい。去年コロナにかかって、その後もうずっと息苦しさだけが今残ってるような、階段上り下りだけでもうしいちょっと息苦しいなっていうのが。1年ぐらいしんどいってことですもんね。そうですね、もう1年経過しました。もう大体わかりました。はい、パッと見た瞬間に肺が動いてないんで、もうパパカチカチだ。恥ずかしいです。応援をするかしないかはですね、パパに決めてもらってます。はい、お世話になっております。こんにちは。お世話になります。今回来ていただいている方はお名前の方。はい、高橋美希彦と申します。固いですね。ファンチャンネルファンでございます。はい、よろしくお願いします。いただいたDM でですね、はい、結構大変なんだなということをお聞きしまして、はい、どんな症状なんですか？そうですね、去年コロナにかかって、はい、でその後もうずっと息苦しさだけが今残ってるような、階段上り下りだけでもうちょっと息苦しいなっていうのが、はい、こうやって立って喋ってるとこはどうですか？喋ってる分には大丈夫なんですけど、はい、なんか考え事したりするとちょっとなんか若干苦しくなったりとか。結構しんどい。結構しんどいですね。でも日常の方がしんどいんですね。そうですね、日常生活の方がしんどい。もう1年ぐらいしんどいってことですもんね。そうですね、もう1年経過しました。はい、はい、この1年しんどい息苦しさ、多分だから原因わかんないですもんね。原因は、どっか病院よく行ってたんですけど、はい、治らなかったんで不明となります。ですよね。あとなんかその情報では、血中酸素濃度が98と平常を保ってるんですね。はい、今日の運転中も98に出てました。ゴリゴリの平常運転だけども苦しいと。そうですね。なので、ちょっとやっぱりお医者さんも困っちゃうかな。はい、はい、まあ、先にボディチェックの方させていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずボディチェックからお願いします。はい、から見ていきますけど、うん、そうだね、OK ですね。はい、もう OK です。はい、もう大体分かりました。はい、ちなみに今どこが悪いと判断した？その呼吸に関する部分なんで、おそらく肺が上手に膨らませられてないと思うんですよ。もう一番最初にもうパッと見た瞬間に肺が動いてないんで、今この状態でもそうなんですけど、寝ると腹式呼吸でお腹は動いてるんですけど、はい、胸が全く動いてないんですよね。確かに。はい、パパ大丈夫？死んでんじゃない？そう、寝てる状態は腹式呼吸が優位になるんで、お腹が動くのは当然なんですけど、それでも深い呼吸ができてればもうちょっと肺が、動くんですよ。腹式呼吸でも、はい、こっちは肺がもっと本来動くであろうと。はい、でこれは、肺を実際に触ってみると、肺を呼吸するっていうことは、この胸が上に上がるじゃないですか。上がりますね。でこれができないんです。でパパの場合実際触ってみますね。でこう捉えます、肺のところね。その時にほら上行かないですよ。ほらガンって引っかかって、下には行くんですよ。ほら下には行きやすい。肋骨自体が下にもう下がってますよ。高橋パパの肋骨は下がってる状態。そう、下がってますよっていう状態。猫背の状態で姿勢がこう悪くて、肋骨が下がってる状態で普段生活をされてるなっていうのがもう初見で分かりました。姿勢の問題、そんなことは、基本その姿勢も関わってくるっていうことですね。コロナでその呼吸が苦しい状態が続いていたことによって、その、肋骨と肋骨の間も筋肉なんで、肋間筋という筋肉なんで、その筋肉たちがきちんと、要は動けないっていうのかな、肺炎と同じような症状になると思うんですよ。でそうすると呼吸が息吸うと苦しくなっちゃうから、だから息を浅くするしかなかったと思うんですよね。コロナの時って、はい、そうですよね。そうですね。だから浅い息の状態で肋骨が動かないで、しかも、普段の生活が今聞いてデスクワークっていうことだったんで、なのでデスクワークで基本、運動はしてるとはいえ、その肋骨がしっかり動かせてないよっていうところが一つ問題かなっていうのが今の見立てですね。救うよ、はい、僕らで高橋パパを救うよ、はい、股関節の動きが、首が多分これが痛いんですよ。これ、ね、これ痛いですよね。ね、これが痛くて、
ここに、あ、今2点生じてますね。はい、出てるんで、もう完全に股関節関係してるんで、ここを触って、こう触られると、なんかこう、体が、ほら、引っかかって、動かないの分かります？これね。はい。引っかかってるでしょ？そうです。うん。で、じゃあこれが、ここだけの、左手だけの問題だとしたら、この右手を離しても硬いはずなんですけど、これ外す、ほら、動くでしょ？動くのね。うん？ね。そう。ね。で、こっちも、硬い、触った時に、うん、これが、やると、ほら、動かなくなっちゃうでしょ？ね。で、これを、パーって外す、動く。違う、わかります？そうです。ね。うん。っていうことは、この首の硬さと骨盤の硬さがリンクしてますよっていうことなんですよ。ああ、パパの場合は。はい。うん。まあ、プラス、腎臓の経絡。右も左も腎臓の経絡がカチカチなんですよ。パパの腎臓もカチカチかい？カチカチ。もう、ポンコツじゃないか。ポンコツですね。笑わせるとね、今回パパきついんです。はい。腎臓の経絡を抑えてあげて、足を開けると、もう足が全然ここまでしか開かないんですよ、ね。開かないの分かります？開いてないです。開いてないですよね。指離してあげると、開くんで。だから腎臓の経絡を触ってしまうとなぜか開かなくなる。そう、開かなくて。でも離した瞬間足が開くんだ。そう、これが不思議なんですよ先生。体の中がもうギュッて縮んじゃってるんですよ。そんなことある？そう。だからこういう状態の人はもう首が、はいはいはい、もうカチカチで、あ、カチカチだ。もうパパカチカチだ。恥ずかしいです。で特に右はまだいいんですけど、左がほら引っかかっちゃって。行かない、伸びないの分かります？あ、そうです、止まっちゃいます。グッて感じ。ね、でなんなら、ちょっとこの辺触るとちょっと痛いんですよ。はい、そうです。痛いですよね。痛いですか？これが、腎臓関係するよっていうことで、はい、腎臓を、じゃあ一発ちょっと取ってみましょうか。ね、腎臓の悪いやつを一発で取ると。腎臓経絡。そう、一発取ってみます。ね、これで今取れたんで。取れたんですよ、今。はい。見ました？今何したって分かんないでしょ？今ね、治っちゃったの、今。腎臓が。ね、そうすると、まあ、1個は足がよく押さえてても足がよく開くようになりました。首の硬いのが取れてるんで体がちょっと動きやすくなって、何よりも頭さっきの痛いところを触っていたいところが、そう、痛いって言ってたのが、まず頭がほらよく動くなったでしょ、こうやってこう触って、うん、ほらこうやってやってほらよく動くでしょ、こうやってヒュッヒュッて動くなって、さっき頭この辺触っていたかった、はい、覚えてます？そうです、うん、ね、これほら触っても痛いでしょ？痛くないです。痛いでしょ？痛くないですよ。嘘。本当に、ほんと回しもんだな。今回も北村先生の回しもんだな。はい、ほんと痛くないでしょ。でもいや本当痛くないです。すごいでしょ今ね、うん、何やったか分かるでしょ。全然秒なんですよ、はい、これをずっとやってるんです、さっきから、はい、腎っていう経絡がやっぱり流れが悪くなってるね、滞って体のこの中の内側がグッて縮んじゃってる状態なんで、だから伸びたくてもきっつい服を着てるみたいな感じになっちゃってるんですね。それはさ、病院行ってさ、うん、検査したからって分かるもんじゃない？あ、全然分かんないですよ、うん、だからやっぱりパパはどんだけ病院行ったって治らないってことですね。治らない、はい、数値の問題じゃないんで。で一応だいぶいいんですけど、一応これ針肋間が硬くなってるんで、肋骨と肋骨の間硬くなってるから、これだけちょっと針を打とうかなと思います。はい、超圧式の針なんで、そう、痛くないんですよ。これで今打ちますね。これで今打ちました。あ、もう入ってるんですか？あ、もう入ってます。もうバッチリ入ってます。はい、まったくですね。ですよね。はい、ね、ガラガラに入ってます。この鎖骨があって、はい、鎖骨から一番最初にその鎖骨の下にある骨が2番目の肋骨になって、で今2番目と3番目の間っこが固まってます。で次に固まってるところが3番目と4番目の間が固まってます、ね、なのでここもちょっと置きますよ。よいしょ。でここが、うん、と心臓の負担になりやすいところっていうか、心臓、うん、要は動悸とか、うん、息切れとか、まあ、そういったもので症状が出やすい。でメンタルに関係する場所でもあるかなと思うんですよね。メンタルにじゃあ関係をしてるんだとしたら、左手の、中指の動きが悪いはずなんですよ。あ、わかる、悪いですね。親指は回る、人差し指回る、中指引っかかるのわかるんです。これでカツンって。そう。ね。で、これが引っかかってるのが、そのままこう触れて痛いと思う。これね。痛いですね。引っかかってるでこう来て、で結局これがまた2点で、強圧の2点触るとここ
これとこれで腕が動かなくなるんですよ。ね、動かなくなる。ね、でこれをこんな感じで動かなくなってるから、ね、これを本当だ。パって離す、動く、めちゃめちゃ動くじゃないですか。ね、全然違うでしょ。ね、嫌だなとかストレスだなとかそういうことがあると、よりこの心臓に負担をかけて呼吸がしづらくなるよっていう症状が出てくるっていうことに関わってきます。ブラック企業とかで働いてるわけじゃないね。ではないです。だよね。そうか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 。はい。でもお札ちょっと取れちゃった。取れちゃった。うん、取れちゃいました。もう本当、本当すぐ直さないでほしい。あの本当動画が追いつかないのよカメラが。はい。で今ちょっと取れちゃったんで。取れちゃった。はい。腕がちょっと軽くなっちゃったんで。軽くなっちゃったね。はい。本当軽いです。軽くなっちゃったんでちょっと、うん、申し訳ない。直して申し訳ないっていう先生あんまりいないですね、はい。まあ、こっち側に流れてるのが、やっぱり心臓の経絡の同じようなやつなんで、だからこっち小指側も関係してるなっていうね。これで動きが硬いんでね、これもちょっと取っちゃいましょう ね, ね。これも取ります。で今取れたんで、これで取れた、うん、小指が動くようになったから、ね、くるくる、ね、動くようになったから、この状態、小指を押さえてる状態で肩が動きやすくなったと思うんですね。あと、そうですね、可動域が。可動域が、はい、ね、一気に、はい、動くなったと思います。はい、これで、肩甲骨のが動くようになって、背中の筋肉とかで、ね、こう、くっついているんで、ね、だからその辺が緩んでくると、より呼吸が楽になってくると思います。はい。前面で固まってたものはもう取れたので、はいはい、あとは、呼吸がしやすい肋骨を作ってあげると、まあ、自分の力でも息が吸いやすくなるんじゃないかと。こういうところからこういうところ、ね、この辺全体的にそうですね、グリグリされてるの分かります？ね、硬いです、はい。で背中を開いていくって言ってもここで止まっちゃうんですね、こうね、うんうん、であとこの辺は動くか、この辺は行きますけど、ここは硬い、ここで止まっちゃうんでね、うん、ね、だこういうのを、取っていきましょう。ね。はい。よいしょ。で、これで取れたんで。うん。ね、これで。毎回笑っちゃうな。取れたんですね、今。はい。これで動きやすい。ほら、動けない。あ、動いてんだよな、うん、取れてんだな、ね、はい。ね、これで大きく、これが動くようになってます。はい。ね。あと、ここもちょっと硬いんで、少しここの辺もやっていきましょう。これは横隔膜の部分ですね。はい。よいしょ。よし、これで OK。ね。これで、腰の動きも、これが動くようになったんで、ね、これが動くようになって、で背中も動くようになって、ね、こういうふうに動くようになってあげると、胸が、ね、こうやって開きやすくなるんで、うん、ね、ガーンと開きやすくなる。開きやすくなるんだ、ね、はい、うん、ね。腕がやっぱここまでしか上がらないんですよ。こうやって持ってった時に。はい、これ以上引っかかる感じがしてね、上がらなくなってるんで、これ背中の筋肉ね、広背筋っていう筋肉が、固まっちゃってるんで、ね、よし、これちょっと一瞬で取りましょう。ね。よしね、取りましたんで、よし。これで。取れてんね。はい、取れちゃった、うん。腕が上がりやすくなってると思います。これでね、さっきよりか行きやすくなって。またちょっと残ってるので、少しだけ取りましょう。ね。探します。よいしょ。はい、これで OK ですね。よいしょ。うん。これで、うん、ここら辺までが。スムーズに来やすくなっているかなと思います。ね、でこれによって、背中の、丸まってた筋肉がキュッとね、背中に縮んでくれたんで、より胸がぐーっと開きやすくなって、これがすごい大きく開くようになったかと思います。以上ですね。はい、以上ですね。ちゃんと、まあ、本人が深く大きく深呼吸ですね。胸で呼吸できてるかどうかっていうのをまず見てもらって、はい、うん、どうですか、こんな、でも呼吸はそうですね、胸でできてます。息苦しい感じはどうですか？今現状はないですね、はい、あのオンエアするかしないかはですね、パパに決めてもらってます今回オンエアいかがでしょうか、はい、ぜひお願いします。オンエアということでございますよかったねパパ、本当に、試験忙しいと思いますけども。はい、姿勢良くなってると思います。立った時。いや、首が長いよね、だからね。首長いです。首長いです。本当に。寝癖はあるもののね、はい、寝てるからね。はい。首が伸びて、はい、肩がきちんと降りて、顔も痩せて。顔も痩せて、ストンとしてると思います。
エンディングでございます、はい、いやーようやっとエンディングを迎えれましたパパの呼吸がちゃんとできなかった場合はこのエンディングがね迎えれませんでしたけどね、はい、あの本当にヒヤヒヤしました先生、はい、ここまで来てですねだもう全然良くならなかったらどうしようかと思いましたけども、はい、無事 OK と、はい、OK です大丈夫ですね。これからパパがやらなきゃいけないのは日々のストレッチですね、はい、はい、呼吸のストレッチです。普通の、はい、まあ、体伸ばすのも大事なんですけど呼吸のストレッチ、体の中から外に広げてあげるストレッチをやってあげるといいと思います、うん、では今日の撮影は以上となります。それでは皆さんさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、お久しぶりです。あれですか、だいぶしんどかったやつはもうだいぶ取れて。そうですね、あのコロナの後遺症だと思うんですけど、あの時より全然スパンというかは短くなってるんです。機械も大変なんで、本当よかった。昨年の夏、あの施術していただいて、あの北村先生の特別講義やっていただいて、その後本当になんか息苦しさがスパッとなくなったっていうのがすごい驚きとともに、すごい嬉しく思いました。まあその時は結構その息苦しさが本当に辛そうで、パパの、そうそうそう、それで家に帰ってきてもなんかもう声がワントーン低いんですよ。ただいまみたいな、でずっと低いまま喋り続けて、まあ苦しいから声が出せないっていうような、息の詰まるような声がすごい気になってて、ずっと術後は一緒に生活してる身からすると、まずその声が元に戻ったっていうか、その息苦しさの声もなくなったし、この普通にその、まあ、野球も楽しく苦しそうもなくやってるので、あ、なんか元に戻ってるんじゃないのかなみたいな、いつもの若々がまだあるんですけど、まあでもあの元気にグラウンドでやってる姿を見て、まあそんな苦しさみたいなものは伝わってこなくなったので、本人の感覚は分からないですけど、見た目的にはあのすごい良くなったんじゃないかなとは思ってます。あの時はですね、あのもうここがみたいな形をどん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 あのやっていっていただいて、そんなので治るのかなって非常に思った記憶があるんですけども、本当にピンポイントに施術していただいて助かったの、本当にまあ、今昔のように感じるんですけども、本当にありがとうございました。今同じような、まあ、病気というか、後遺症で苦しんでいる方も結構いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、一度北村先生のすごい予約が取りづらいとあのこの間おっしゃってたんですけども、治療行った方が、自分のため、まあ家族のためにもなると思うので、これから苦しんでいる方を皆さん助けていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回も一家族ファンチャンネルで救うことができました。やったね、パパね。皆さんのチャレンジお待ちしております。よろしくお願いします。お待ちしてます。